こんにちは、サードラです。今回は本日より開始されました、謎の漂流石 C がね、ドロップするレンス、憑依連生モンスターピックアップイベントのミッションをすべてクリアすることができましたので、ミッションの内容と報酬、あとは今回のイベントの概要ですね、まあ、謎の漂流石についてと、あとは課金パックがね、新しく販売されているので、まあ、それがお得なのかどうかと合わせて、大連続資料の中身もね、変わっていますので、そちらをまとめて解説させていただこうかなと思います。<music> まずはじめにミッションと報酬についてなんですけどもミッションに関しては今回は9個用意されていましてページは5ページに分かれています で、まず1ページ目が大型モンスターを討伐するが3等となっていまして、クリアすることで瞬間冷静剤を3つもらうことができます。続きまして2ページ目なんですが、2ページ目は森林の大型モンスターを討伐するが4等と、根町の大型モンスターを討伐するが4等となっていまして、もらえるのがそれぞれで小型の素材ですね、と、あとはレアさんの接着狩と大地の結晶がね、10個ずつもらえるようになっています。 で続きまして3ページ目なんですが3ページ目はリオレースとレイゲーナを討伐するが3頭ずつとなっていましてクリアすることでそれぞれのモンスターのレア2とレア3の素材がもらえるようになっていますで次に4ページ目なんですが4ページ目は星6以上のリオレースを討伐すると星6以上のレイゲーナを討伐するが2頭ずつとなっていましてもらえる報酬はレア4素材が3つレア5素材が2つずつですねもらえるようになっていますで最後に5ページ目なんですが5ページ目は最終ポイントで採取するが 20箇所と星8以上のイビルジョーを討伐するが1等となっていましてクリアすることで1万ゼニーとあとイビルジョーの大気ですねレアロック素材をもらうことができるようになっていますまあなので今回のイベントの目玉としては瞬間錬成材が3つあとはゼニーが1万ゼニーとあとイビルジョーのレアロック素材がね今回の目玉報酬になってくるかなと思います続きまして今回のイベントの概要であったり謎の漂流石 C についてお話をしていくんですがまず謎の漂流石 C に関してはつけれるスキル がこちらですね火水氷雷流属性がつけれまして今回ね初めてですねジャスト攻撃が中身から外れてくれましたので、まあ、一応ね欲しい属性狙う場合はね、まあ、5分の1で狙えるって感じですって、まあ、大変だったね思うんですけども、まあ、最低の状況は免れたって感じですね、まあ、6分の1じゃなくて5分の1でね抽選をすることができますまあ、なのでこの中から流属性強化をね狙いたいってなった場合は5個の中からね1個当たりを引くって必要がありまして それ以外の属性に関しては正直ねいつでも練成できるのでまあ、この石の中だと流属性強化をね頑張るみたいな感じになるかなとは思いますまあ、あとは渋谷イベント参加された方とかまあ、あと最近はラージャン防具の腕とか銅ですねみたいな感じで汎用的にね使う防具で属性でね使うやつがあるのでまあ、そういったのはどの属性がついてもね嬉しいのでまあ、それにとりあえず入れるみたいな、ね、感じのイメージになるのかなとは思いますね で残りの白枠に関してはいつも通りのハズレ枠みたいなねスキルがこんな感じで付いていますので、まあ、こちらがスキルのねラインナップとなっていますい続きまして今回のイベントの概要と課金パックのね内容について触れていくんですが 今回のイベントに関しては本日ですね朝9時から日曜日までですね10月20日の日曜日まで開催されるイベントとなっていますで沼地エリアでレイゲーナ森林エリアでリオレースのね出現率が上がりますよっていうのと不安定エリア内でイビルジーの出現率も上がってくれますまあ、ただねこれは不安定エリアの発生率は変わりませんのであくまで不安定エリアの数は変わらないけど不安定エリア内のイビルジー率が上がるって感じになっていますねあとはこの後大連続資料ね一覧でお見せするんですがイビル の大連続資料ポイントも出てきてきいますであとは全てのね大型モンスターから先ほど見ていただいた謎の漂流石 C をね獲得できますよっていうのとイビル城レイゲーな両レースからは謎の漂流石 C のみがね抽選されますまあ、なので赤色と水色と白色はねこの3体からは落ちないって感じですね あとはその他の大型モンスターからは通常の漂流石または謎の漂流石 C がね落ちますので、まあ、例えばプケプケを倒した時は水色の石もしくは謎の漂流石が落ちるも,もしくはね石自体が落ちないという3つからね抽選されますねで期間中に獲得した漂流石は連戦の距離がね2 5 k ロになるっていうのと純石に関しては5キロのままですね であとは、漂流石の欠片の交換先にも、謎の漂流純石の C がね、追加されてますよっていうのと、連成できるスキルは先ほどお見せした通りですね。で、あとは、期間限定のね、ミッションが出ていますよっていうのが、ま、あイベントのね、概要になっていまして、次に課金パックについてなんですが、これは本日から10月21日月曜日の8時59分まで販売されていますね。で、内容としては2つね、今回販売開始されていまして、1つ目がスマホ版ですね、瞬間連成お得パックで5回限定のね、パックとなっていまして、 まあ瞬間錬成剤が10個入っているパックっていうのが500ジェムで販売されています。 まあなので瞬間冷成剤っていうのはもともと6 0 0ム相当を、ね、スマホ版で課金してる方は1ジェム1 4円で買っているので840円ウェブ版で課金してる方は1ジェム1 2 7円で買えるので762円相当のアイテムが、えー、今回こちらの金額で買えますのでたい、まあ、100円ちょっとねお得に瞬間冷成剤を買えますよっていう感じになっていますでこの瞬間冷成剤に関しては、まあン成をね回している方はかなりね使うアイテムになりますのでこれはね5回買って50個分ね補充していただいていいかなと思います で次にウェブスター限定のパックなんですがこれは1回限定になっていまして瞬間錬成剤が30個とボーナスジェムが5500ジェム入っているパックが7000円で販売されていますでこれに関してはそもそもこれのついてるジェムですねこれが7000円相当のアイテムになっているんですよなのでイメージとしては普通にジェムを買うのに15円プラスすれば錬成剤が30個ね ついてくるっていうイメージになりますのでまあこれはかなりお得ですね一応割引額で見ても3000円とか、ね、2000円割引かれていまして割引率に関してもスマホ版で見れば31%ウェブ版で、ね、見れば24%割引かれているパックになりますのでこれも瞬間冷成剤必要な方はもう迷わず、ね、買っていただいていいかなと思います、まあ、普通に、ね、ジェムを買うのに15円プラスで30個ついてくるのは美味しいですね、まあ、なので今回のパックを購入するのであれば個人的なおすすめな買い方としては、まず まずはウェブ版のパックをね 買っていただいてこれで5500ジェムね入っているのでこれを使って上のパックを5回買えば2500ジェムでね買い切ることができるのでまあそれで100個ね補充するっていう感じでいいのかなとは思いますまあっていうのがイベントの概要と今回の課金パックについてですね最後に今回のイベント期間中の大連続資料についてお話をさせていただくんですが今回も X の方でねたくさんの方に情報提供いただいたおかげでかなり早くね情報を集めることができましたご協力くださった皆様ありがとうございます でまずスポットに関しては今回全部で6種類、ね、ありまして星6が2種類星8が2種類星9が2種類ですね。 星6に関しては、アケノシルム、ベリオロス、マガイマガド、イビル城、タマミツネっていう組み合わせと、ベリオロス、アケノシルム、マガイマガド、ジンオウガ、ラージャンっていう組み合わせですね。それが星6です。星8に関しては、星6の星がね、上がってるだけになります。で星9に関しては、今まであったマガイマガドが星9で、まあ、残り4頭がイビル城、タマミツネ、ジンオウガ、ラージャンっていう組み合わせと、あとは全部がイビル城のね、スポットが実装されていまして、これは星の数が5、6、7、8、9の順番で上がるので、星8以上は、 は2体ね枯れるスポットとなっていまますね、まあ、なので、この期間中、大連続資料をやるのであれば、まあ、謎の漂流石欲しい方は、このイビル城のスポットですね。で、あとは、普通にね、他の素材が欲しい方は、この星球のマガイマガドのスポットあたりがね、いいのかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも、もう反応の動画上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ